一番アランに影響を与えてるこの斜め方向の、うん、アウトフレーズのネタの原点といえばですね、こちらです、ロシアのニコラス・スロニムスキーさんという方ですね。はい、この名前聞いて、はい、やっぱりって思った方はかなりアランマニアですね。はい、間違いなく、はい、音階と旋律のシソーラスっていう本なんですけどね、この方本当かな、フランク・ザッパと、親友、まあ晩年だと思いますけどね、うん、フランク・ザッパ、モールドはつながりそうですね。はい、この方のやつが僕は有力、一番有力だと思ってます。なぜかというとですね、このメシアンモードっていうのは あくまでもモードなんですよね。だから音がモードにぴったり当てはまる時もあれば外れる時が存在するんですけど、このスロニムスキーの場合は別に外れるとかそういう考え方とまた違うんですよね。はい、どういうことでしょうね。それはちょっとやっていきたいと思います。はい、考え方が違うんですね、概念がね。はい、それは仮にです、ドレミっていうモチーフがあったとしますね。モチーフなんですよ、スロニムスキーさんのやつは。スケールじゃない、オクターブをどう埋めるかではなくて、一つのモチーフが存在するとするじゃないですか、考えるとするじゃないですか。それをそのままどこへ持っていく、連続でどこへ持っていくかっていう考え方なんですよ。だからこれをもしメジャーサードに持っていくって決めたら、はい、今まで出てきたやつと全く同じフレーズになりますね。はい、メシアンモードでもうナンバーワンのホルトンにも当てはまるし、スリートニックシステムにも当てはまりますよね、これ、うん、でもメジャーサードじゃなくてもいいんですよ、ゾー4度でもいいんですよ。そしたら、こうなってくるとメシアンモードの、ホールトーンと同じだってなりますね。これたまたま同じになってるだけなんで、概念が違うんですよね。一つのフレーズって言いましたね。だからこんなんどうですか、 C メジャーシャープ5のコードトーンを仮に一つのモチーフとしたら、メジャーサードに進もうと思ったら、ゾー4度に進んだら、これはこういう考え方にしたらメシアンモードが、じゃあちょっとのスケールモードとしての音選びでは逸脱する音が出てきます、こういう考え方でやると。でもスロニムスキーさんの考え方だったら何でもいいんです、この2音でもいい、これでもいい、こういうフレーズ、2音のフレーズ考えたら、これでもいいんです。それとも、もうこんなんでもいいですよ。でもいいし、例えばどうしようとか、オーギュメントをゾー4度に進ませていくこともできますよね。
それとかディミニッシュっぽいフレーズをオーギュメント方向に進ませていくこともいい、もう自由なんですよ。これがすごい成り立つ。そして、ね、僕は今40曲近くアランの財布をしてて、一番近いのはこのパターンです。方向が決めてるけれども、フレーズはこの音じゃないといけない、これは外れるとかないんですよ。何でもいいんですよ、うん、ということでですね、ホルズワースのアウトフレーズのキーワードになっているのはやっぱりスリートニックなのか、あ、コルトレーンなのか、それともメシアンなのか、それともスロニムスキーなのか。もちろん全部そうだと、 もちろん全部重要だし影響を受けていると思いますし研究している。でも一番はこのスロニムスキーだと思います、プレー的に見てね。しかもこのスロニムスキーを研究してこれ使える、スロニムスキーの本の中の一つを取り出してこれを使おうってやったのがコルトレーンのスリートニックなんです。だからコルトレーン自身もこのスロニムスキーの影響を受けてるんです。だから、まあ、もう同じようなものが、使っててもおかしくないですね。でもやっぱり大元はコルトレーンではなくスロニムスキーさんなんで、まあ、アランはこっちだなと僕は思いますね。もちろんメシアンモードも研究しても面白いなと思うし、アランのフレーズからこれメシアンモードにぴったり当てはまるなと思うものもあります。もちろんでも基本的に考え方は、スロニムスキーですと僕は思ってます。はい、そしてですね、それで終わらない、アランのすごいところはそれで終わらないということなんですよね。なるほど、スロニムスキーはこう来たかと、そこからアランなりの解釈が付け加えられるんですよね。例えばさっきやったスロニムスキーパターンで、Cメジャー7シャープ5にしましょうか。これスロニムスキーならこれで完結なんですよ。ああ間違えた、難しいな完結なんですけど、アランはじゃあこれ次この音の順番変えてもいいんじゃないっていう、例えばつのモチーフがこの4音だったとしたら、次の4音同じ順番に弾かなくてもいいと、わからないけど今即興で考えてますから、ランダムでいいんじゃないのってこういくわけですね。それでも成り立つ。だからランダムでいいんだったら同じフレーズじゃなくてもいいんじゃないの今ちょっとコードっぽいことやったから メジャー弾いてマイナー弾いてってやってみようかな。ちょっと初めてやるんで、メジャーマーでもいいし、なんだったらコード3ノートファーストリングコード3ノートファース、なんでもいいんですよ。とにかくですね、この視点が、まあ人差し指の視点がとか、ここに行けばいいんですよ。
メジャーマイナーマ、メジャーマイナーメジャーマイナーでもいい、でもいいし。なんだったら、例えば今こうずっと言ってますけど、こう言ってこう言ってもいいんですよね。こう来てこう言ってもいいし、そこさえ自由になる、そしても成り立つと。だってアウトだからね、うん、コードに対してしっかりとした和音のメロディーを弾こうとしてないんですよ、そもそも。このアウトするんだから、だからそれはそのルール通りぴったりやらなくてもいいと、この感覚が成り立つと。成り立ちますよ、ちょっと言葉が成り立ってないけど成り立つんです。はい、アランはこのようにして、自分なりのものをですね、付け加えて独自のものを生み出す天才なんで、決して影響をただのモノマネで終わらさないところがアランたるゆえんというか、すごいところですね。でまだちょっともう一点ポイントがあるんですが、アランがギターに落とし込むためのね、はい、それについてはですね、実際の曲でやっていきましょう。はい、じゃあ実際にメタルファティーグで考えてみましょう、アランのアウトスケールについてね。はい、まあこんなフレーズね、もう一回いきましょうか。はい、これです。これがね、アランなりのアウトフレーズですね。まあ、こんな音。こんな音、何やっても一緒に聞こえません。これで、まあ、言ったらそんな重要なアウトのアイディア使っちゃってもったいないなと思うんですけれども、そこがアランのすごいところなんですが、まあ、ちょっとやってみましょう。はい、はい、今回はですね、ちょっと口だけじゃ説明しづらいんで譜面をちょっとご用意しました。スロニムスキーに影響を受けていると言いましたが、アランはそのまま使ってるわけじゃないんですよ。っていうのはどういうことかというと、ギターに置き換えたときに確かに、視覚的に見やすかったりする、こう向きだったりこう向きですごい見やすいんですけど、弾きにくい部分もありますよね。ギタリストの皆さん、2弦と3弦のあのズレ、チューニングのズレですね、そこをどうするかなんですよね。アランはそこをどういう思考で、やったのかっていうのがここで見えるんで面白いんですけど、どうだと思いますか、ここどうしてると思います。例えばこういうフレーズだったら、ここに行くのか、なんていうんですかね、8、9、10、11、13、14って言ったら、スロニムスキーですよね。まあ、ギタリストではないんで、作曲家なんで音符で書いてるんですけど、ギターに置き換えた時に8、9、10、11、13、14ってなりますよね。2弦と3弦がちょっと遠いですよ。と行くのか、8、9、10、11、12、13とそのまま行っちゃうのか、さて皆さんどっちだと思いますか。アランの思考はどっちを選んだと思いますか。まあ、これ聞く時点でなんか答えが分かりそうですけど、答えはですね、スロニムスキーの音階をそのまま使うのではなく、ギターの指板上の順番を優先させてるんですよね。アランって結構スケールに忠実にどんなコード進行も
何か完璧にスケールを当てはめて今まで弾いてましたよね。なんえアウトになったら逆なの、スケールいいのってなるんですけど、だってアウトだからはい、アランはこのアウトでうねうねした感覚を出したかったですよね。だからスケール通りじゃなくていいんですよ、もともとスケールじゃないんですから、このスロニムスキーさんはのやつは重力が進んでいく、こっちかこっちのインターバルに重力が進んでいけばいいから、そんな厳密に半音外れたとかいいんですよ、どうでも。アウトが欲しいだけなんで。だからアランは普通に8 9 10 11 12 13、順番通り見てます。いいんです、ここずれても音階的にずれても問題ないんです。はい、後で譜面をお見せしますので。